はい、タンタンでございます。久々にこの動画に出ているような気がします。今日ご紹介するのは新しくね入ったティキティキ、我がティキティキの、ニューモデルになります。こちらすごいですよ。まあ、これはサイズコンサートなんですけど、コンサートの CTM-C14R という名前がついてまして、ティキティキウクレレの中のフィンガースタイルに特化したモデルになっております。見るからにカッターウェイがここ入ってたりだとかしてるんですけど、見てほしいのはまずトップのハワイアンコアは、ハイグレードの木目もバリバリ入っているですね、ハワイアンコアの単板を使用しております。そしてサイド、なんか淡い感じのいい木が使ってますよね。これね、なんだと思います？これは、なんだっけって多分いろいろなると思うんですけど、なんかね木目がブラウンの、淡いブラウンがついてるんですね。これがですね、マダガスカルローズウッドっていう素材ですね。もう本当にマダガスカルローズウッドってかなり貴重な素材になってるんですけど、これ実はうちが持っていたですね、保有していた隠し在庫の、木材なんですね。これを今回使用してですね、コンサートと、もう一つこれから販売になりますソプラノはノンカッターウェイなんですけど、その2種類で、販売の方させていただく限定商品となっております。で、特徴なのはですね、こちらも完全フィンガースタイルに特化したロージーセットになっております。まあ、通常のハイジーももちろん使えるんですが、特にこだわっているのは、まあ、私の現行設定の低さ、そして、ロージー、この弦はなんとですね、ユーストリングスですね、うちのユーストリングスから発売されたですね、3弦、ロージーにした場合3弦と4弦の、高低差というか音の違いにボワンボワンとこうローが巻き弦が鳴って、3弦が急に音が減衰するっていうことがないようにですね、バランスよく取れるようなちょっと細めの特殊なロージー弦を発売になりまして、そちらを、標準セットとなっております。そして中のブレーシングではですね、ティキティキ得意のですねヴィンテージスタイルの細いブレーシングを使っているので、より甘く、より、音が通りやすいようなセットにしてあります。指板はですね 14R シリーズになりますので R 指板になっておりまして、フレットはワイドフレットになっているので音外しが少ないですね。なので、はい、こう開いた音を出した時に、こう例えば音がこういう風になっちゃう方とかいたとしてもですね、ワイドフレットになることでしっかりと音が出るっていうのが特徴になっております。お、ヤクルト出ますか？はい、ちょっと話しましたけど、じゃあこれちょっと音聞いてみましょう。3弦の音の高低差 のバランス感、柔らかさをすごく意識しながら聴いてみてください。
柔らかく、演奏が楽しめるっていうのがこのうちの特徴的な、スタイルのサウンドに出来上がったのかなと思います。こちらは、コンサート CTM-C14R という、型番で限定販売の方しておりますのでよろしくお願いいたします。タンタンでした。バイバイ。